福袋開封しようと思って、いくらのやつでしょう。ファンクラブ限定ですね。ファンクラブ限定の福袋。もう言っちゃいますけど、27,500円の福袋です。もう今年の福袋はそれだけでいいやと思って。なんか結局とか言ったらあれやけど、お洋服の福袋買ってもなんかね、使えるやつと使えないやつがあるので、まあ全部使えそうやしなと思って、阪神の福袋って。で、結局阪神やからさ、私にとっては全部いいものなわけじゃないですか。だから買っちゃいました。もうね、納品書だけは取っちゃったんですけど、じゃん、でかい、わかるかな、このうわっ感じ。これが27,500円の福袋です。こんな感じです。手と比べたらこんな感じ。 これに直筆サイン入りのユニフォーム1枚と、あと直筆サイン入りの色紙が入ってます。まあでもそれが誰なのかが目玉なんですけど、ほんまに何も見てないです。納品書だけ取ってって感じかな。だーん、寒。なんか本当は正月に開けれたらと思ってたけど、もう来たので開けちゃいます。楽しみやし。なんか来た。あ、きなこさんありがとうございます。タワーだ、タワー。そう、ファンですからね。正月までは待ちきれないので、ちょっと、はい。もうやっていい？ もうやっていいの？これ。見ちゃうよ、私。一緒に見る？どうやって見たらいいの、これ。もう開けていい？ダダン。はは。こんな感じで入ってます。 1個目ダーン、かわいいタイガースの帽子だ。チャンピオンや、かわいい。ちょっと白かわいいな。普通に使えそう。普通に使えすごい。で、かわいい。普通に使えちゃう。普通に使えちゃうな。これは。ここも長いし。普通に使えちゃいます。いい感じ。かわいい。ちょっとでかいかな。これが1個目。色紙じゃないんかな、私。ボールかな。似合うやんけ。似合うね。似合うねとか自分で言って。なんかここに入ってる。じゃーん。ちょっと暗いけど。あ、こっちにしようか。
じゃじゃーん。前髪がえらいこっちゃ。前髪えらいこっちゃわ。こっちに、あ、なんかおかしくなったけど、まあいいか。変ですけど、こんな感じでーす。デコ広いな。ここにタイガースのマークがあって可愛いですね。はい。わあ、嬉しい、これは。じゃあ続いて、なんかコーデュロイの素材の阪神のやつ。ニューエラや。ニューエラ、ニューエラ。かわいい。こっち夏やな。こっち夏、こっち夏で、こっち冬。待って、これでも8000円分ですよ。2つで。ボサボサやし。2つで8000円。値段やっていくけど、すごい。でか、帽子。かわいい。かわいいけど、バリでかい。かわいいけど、バリでか。バリでかい。こんな感じです。かわいい。かわいい。どうやってかぶるのが正解なの、これ。前髪。だーん。前髪やばいの。すごい、かわいい、これ。27,500円、500円の福袋に帽子が2つ入ってます。帽子が2つ入ってまして。かわいい、この帽子2つ。かわいいですね。で、はい、帽子2つね。見えるかな？見えへんか。これじゃん。これはもうここに書いてるんですけど、プレイヤーズウォッチ、木浪選手。木浪選手です。これは何円なんやろう。見て。見て、かっこいい。時計やん。ちょうど今の時間なのかな、これ。かっこいい。時計や。木浪選手の時計。うわ、あ、いいですね。いい素材ですよ。このなんかビヨンビヨンの、グニャングニャンの、なんていうの、これ。シリコン素材っていうのかな。すごい、後ろにプリントのサインが入ってます。ダダン。ビヨンビヨンの素材。ラバーかな？なんていうんやろうな、これ。嬉しいね、でも。時計はね、あんま持ってないから嬉しいですよね。いい福袋。木浪選手が入ってました。そして、ダーン、カバン。 カバンです。ねえ、全部つけていける。こんなん、めっちゃいいやんな。メイっていうブランドのやつです。これも5000円します。 値段言っていくスタイル。 これ開けたら、あ、やばい、服に、危ね。あ、ショルダーバッグですね。ここにポケットが、見える？見えてへんけど、ここにポケットがあります。これぐらいの。結構完全これでいけるよって感じ。これとプラスグッズを持つショルダーバッグでいけちゃいますよって感じ。
いい感じ。いい感じです。いい感じですね。もうだってお得やん。もうだってね。もうお得です。さすが福袋って感じ。で、続いて。ダダン。マッカーノーズの梅野選手の巾着袋。嬉しい、残留ありがとうございます。これ使おう、ピンクかわいい。残留ありがとうございます。嬉しい。ほんまに残留嬉しいです。使っちゃおう。880円。使おう。今計算してる？ちゃんと。続いて、待って、これもう、私は見えちゃったんですけど、直筆サイン入りのユニフォーム、いきます。時計は何円か書いてなかったよな。ついに誰でしょう。私はもう見ちゃった。え、直筆さん後回しする？ちょ、後回ししようか。じゃあ待って、みんなに見せたくない。どうしたらいいのこれ。ユニフォームじゃあ後回ししますね。よいしょ。じゃあ続いてタオルいきます。だーん、大山選手。いやーい、大山選手のタオル。これ持ってないな。2200円。嬉しい。かわいいね、これ。似てる。似てるとか言っていいかわからんけど。かわいい。いいですね。使っちゃいます。続いて、ダーン。うわあ、ダイヤのエースや。一番テンション上がった。だってダイヤのエースなんですけど、かわいい。ダイヤのエースの、ダイヤのエースのアクト2じゃん。みんな、あ、あれ、倉持さん、倉持さんです。ダイヤのエース、かわいい。虎耳。かわいい。虎の手袋もしてます。かわいい。これいくらって、これいくらでしょう。書いておられません。書いておられませんね。これはいくらかは書いておられませんでした。楽しいな、福袋って。非売品なんかな。倉持さん、弟が知ってそう。あ、続いて、ドゥルルルルルルダン、鬼滅の刃のうちわ、コラボグッズって書いてる。値段書いてないですね、これ。ね、すごい、タイガースのやつ着てるわ。こんな子に応援されたらたまらんでしょ。
かわいいですね。人気ですからね、今。かわいい。続いて、ダーン、小野さん、小野選手の、小野選手の、なんていうのやったっけ、これ、クリアファイル、2枚組です。身長も体重も書いてある。小野選手、キラキラですよ、これ、なんか。いい素材で。身長は186センチ。身長高、体重は73キロって書いてます。使えるね、全部使えますね今んとこ。確かに98に変わるから28番レアかも今、逆に98番になります。続いていきます。 T シャツです。ダーン、ギラギラ、西勇気投手の T シャツ。西勇気投手のギラギラやねんけど、えぐ。ギラギラすぎん？わかる？このなんかギラギラ感。えぐ。えぐえぐえぐ。ダーン。S。着よう。明日着ようかな。明日のレッスン。何？公演のリハで。ギラギラや。え？トラやん。かわいい。トラ年やから、ちょうどいいかも。ギラギラ。青好きやから嬉しいですね。嬉しい。かっこいい、これかっこいいな。こういう生誕ティーがいいかな、私、自分が作るなら。ギラッギラ、高そうやな。でも3000円しますね。いや、3000円ででもいけるんやなって感じやな。なんかギラギラやな、ほんま。ちょっとラメやわ。ちょっと、うわ、ちょっと待って、ええすごい。顔に入るし、ラメラメやん。セルタンティより安い。洗濯大変そう。なんか洗濯したらね、ひっついちゃいそうですけども、着ちゃいますよ。着ちゃうか保管するかなんでね、まあ、使っちゃった方がいいですよね。続いてまた T シャツいきます。ダーン、マルテマルテ、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 最高じゃないですか。最高、もう最高ですよ。あのマイナビオールスターゲームのマルテ、マルテです。残留ありがとう、ほんまに嬉しい。マルテ嬉しいな。かっこいい。なんかマルテのバッティングのスイングした後って、なんかスイングした後もパワーがありますよね。なんか打っちゃいますよみたいな。かっこいいな、嬉しい。意外とマルテグッズ私持ってないんでね、嬉しいですね。
ねえ、デザインセンスがいいんですよ阪神も。まあでも各球団そうかなと思うんですけど、これもキラキラやな。嬉しい、いやもう本当に嬉しいですよ。あ、テープ取れちゃった。まあいいか、どうしよう。福袋自体は27,500円ですね。3,300円です今の。続いてダーン、カナヘイの小動物ピスケ&ウサギ×タイガースシークレット缶バッジパート2。何でしょうかこれは。シークレットなんで開けます。ダーン、はあ、かわいい、かわいくて草かわいい、ゆるゆるやん、ゆるゆるやんゆるゆるでございますけれども、これもキラキラやな。ゆるゆるやな、かわいいかわいくて草かわいい、どっかに続けよう。はい、ではあ、まだタオルありましたどう止まった今。やば。サンズ。サンズやん。あ、サンズ。サンズやサンズ。また会いたかったよ。サンズにもう一回会いたかった。うわ、永久保存版なんですけど、うわぁ、はぁ、サンズ嬉しい、ハッピーハンズ、私の今の気持ちハッピーハンズ、うわーい、嬉しい、嬉しすぎるんですけど、どうしよう、えぐい、引き消えぐ、嬉しい嬉しい、うん、いや使わずに保存かな、これはさすがにさ、いやえぐいわこれは、使えないよね。推しが卒業するようなもんですよね。本当。対談って。うわ、めっちゃ袋破れたし。やばいやばい、袋やばい、めっちゃ破れた、もういいか、嬉しいな、嬉しいですよ、とじゃあ
ユニフォーム行きますね。何？あのね、書いてないサイン書いてないユニフォーム。ユニフォームとユニフォームあと3枚と色紙1枚で終わりです。もうやサイン書いてないユニフォームからいきますね。あ、色紙からいく。サインはね、最後の最後にしよう。ユニフォームいきます。ダーン。これは西純也選手、投手。嬉しい。持ってない。持ってません。西純也投手15番。わあ、めっちゃいいやん。嬉しいですね。来ちゃうよ、来シーズン来ちゃおうかな全部。嬉しいね、期待の若手。めっちゃいいよね、めっちゃいい西純也投手。7000円ですフル装備で行こうか。これサンズの持って行こうかな。ちょっと置き方ばり汚いんですけど。続いてあ、サイズは S から SS から S サイズと M から L サイズと O からなんとかかんとかみたいなサイズでした。で S から SS から S サイズを選びました。はい、では続いて 2着目のユニフォームいきます。西純也投手は S サイズでしたね。 XO かいきます。ダン。誰でしょう。次はビジターユニですね。S サイズです。大山選手ですイエーイ。大山選手嬉しい。あのビジターユニ持ってなかったんで嬉しいですね。嬉しい。めっちゃいいくない。大山来たちょっと待って。こうやってさ、嬉しい。でもビジターね、来シーズンのビジター、私すっごい好みなんですけど、みんなどうですか。ビジターユニが好みでめちゃめちゃどう思います。来ちゃう。これ来シーズン来ても変じゃないよな。来ちゃいますあの、そう、パドレス風って言われてるやつ。めっちゃいいけどな、めっちゃ強いしいいなと思ったけど、ね、うわ滑り落ちてきたな。どうしよう、こっちに置いとこう。いいの当たりすぎて無理じゃあ色紙のサイン入り色紙いきたいと思います。ダダン。いい、みんなきますよ。ドキ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 。色紙せーのダン
キューバやんなこれ。高山選手かな。イエーイ、9番。9番すごくない？9番に運があるんかな。9番、高山選手ありがとうございます。大事にしよう。9番です。嬉しい。やっぱ9番ね、縁があります。高山選手嬉しい。ほんまに書いたんかな。ほんまに書いたんやろうな。すご。初めてこのし、え、この色紙初めてじゃないけど嬉しい。嬉しいけど、どうしよう、どこに飾ろう。玄関に飾るか。値段はもうこんなんめちゃくちゃ高いですよ。こんな高いとか値段つけれないというか、なんていうか。ラスト、直筆サイン入りユニフォーム、誰だと思いますか。あ、やば、危ね。誰やと思います。誰でしょう。誰でしょうね。いきますよ。だーん、 SS サイズ。まあでも着れるもんね。だーん、矢野監督です。やったー、イエーイ、矢野監督めっちゃいいじゃないですか。嬉しい。嬉しい。お誕生日おめでとうございます。開けちゃいます。やばい、わー、やばいやばい、やばすぎ、ほんま、やっば、切れちゃうし。すごい、家宝です、本当に。嬉しい。やばい、どうすんの、こういうのってみんなどうやって飾ってんのかな。どうやって直してたっけ。ほんでこれやばない。やばいわ、ほんま、めっちゃお得、お得福袋。いや、ほんとどうやって入ってたっけこれ。横やっけ。どうやって入ってたの、どうやって入ってたか忘れた。額に入れるの、みんな。え、どうやって入ってたんやろ。分からんね。安すぎよ、ほんと、福袋。どうやって入ってたんやろ、マジで。こうかな。めっちゃいいんですけど、
めちゃめちゃいいんですけれど、どうしよう、ちょっと来年からなんか出演させていただくときにこれ着ていこうかな。いや嬉しいですね。あ、でも綺麗に直せたかも。アピールしてこう、アピールしていこうかな。あ、ちょっとぐちゃぐちゃやった。こういうのむずいっすよね。無言になっちゃうね。もう開けちゃったよ。でもおさらいしますね。いやマジ神、神引きでいいですよ本当。コラボ、コラボグッズね。これがまず入ってました。ダイヤのエースのクラ、何だっけ、何持ちさん、倉持さん、倉持さんと鬼滅の刃のうちわ、かわいいです。ありがとうございます。神引き。そしてかなへいさん、かなへいの小動物のシークレット缶バッジ、ギラギラかわいい。マジでかわいい。これこれね、入ってました。そして福袋の中にこのタオル、うん、ハッピーハウス、ありがとうございます。今までありがとうございました。やっぱりかわいいし、ありがとうございます。嬉しい。これね、届きましたね。んで大山さんのタオル、大山さんのタオルですね。そしてこれ小野さんのクリアファイル2枚セットですを当たりました。使えます。全部使えるんですけど、どうしよう。でマルテのオールスターゲームの T シャツ。マルテで西投手の T シャツ、ギラギラ、えぐい。こうやってほら反射するぐらいギラギラです。そして梅野選手のマッカーノーズの巾着袋ですね。使っちゃう、使っちゃいます。んで、あ、待って、開ける方が本当に。そしてじゃん、木浪選手の腕時計、何だっけ、プレイヤーズウォッチで、多分時間設定がされてるのでこのまま使える時計ですね。試合の時につけてたら私です。これは使えるよね、普通におしゃれやし。
そしてじゃん、これがお腹鳴った。メイっていうブランドのポ、何これ、な、何、何バッグって言うんだっけ、ウエストポーチやっけ、何やったっけな、ミニメッセンジャーバッグかな、ですかね。こっちにもポケットありました、後ろにも。こうね、こう、はい、ほら見て、はいやってなんかつけるとこあるし、なんやろこれ、何つけるんやろこれね。ほんでポケットもありますから、かわいいですね。かわいくてありがとうございます。ほんで帽子ね、もう一回かぶるとこっちがこんな感じです。うわ、こんな感じする感じで、良きですね、これかわいい。普段も使えるんちゃう、目立ちすぎ、なんか小顔に見えるし、かわいい、小顔に見えるよね。こうやってやったらどう？こんな感じ。帽子いいよね。シール外さないやつなんじゃないかな。まあでも これはいいですね。冬です。冬帽子。なんでシーズン終盤とかに被れるやつですね。めっちゃいいがな。めっちゃいいがな。んで続いての帽子がこちら、チャンピオンですね。チャンピオン、ここにチャンピオンって書いてあって、ここにも阪神のマーク後ろにあって、ここにチャンピオンのマークね、でタイガースって書いてます。かわいい、これ夏用、これ夏用ですね。長いし日焼けしなさそう、眩しくなさそうやし、いいなぁ。なくなる。なんかね、なんていうのこれ、なんていうんやろこの素材、ここがメッシュで、ここがなんやろ、これ普段でも使えるね、絶対使っちゃうよこれがナイロンなんかな、何素材なの、まあでもシャカシャカに近い感じ、なんかシャカシャカ、わかります、なんかうん、シャカシャカです。かわいいですね、使っちゃおう。そしてあのサイン入りじゃないユニフォームがこちら、1枚目、西純也投手のユニフォームです西純也投手、嬉しいですね。
すごいよね。すごいです。西純也投手。亡くなるめっちゃごめんなさい。嬉しいです。西純也投手。あ、帽子の上に乗せちゃった。そしてだーん、大山選手のユニフォーム嬉しいよ。ビジターユニは初なんでね。ビジターユニ初、大山選手嬉しい。使っちゃうよ、使っちゃうよ。そして色紙が、直筆サイン入り色紙がダダン、高山選手です。嬉しい。頑張ってください、応援してます。嬉しいです。飾ります。なんかさ、なんかサインってすごすぎて、あのどうしたらいいかわからんくなる。嬉しい。9番、嬉しいな。そして直筆サイン入りユニフォームが矢野監督です。SS サイズ、これは S じゃなかったけど全然着れますね。嬉しい。矢野監督のサインってあんまレアじゃないですか今。嬉しい。直筆サインありすぎでは。あのね、ユニフォームと色紙の2個サイン入りっていうのを前提の福袋なんですよね。だからサイン入りだけど誰が出るでしょうかみたいなやつがあるんですよ。それが27,500円。あ、ごめんね。でファンクラブ限定みたいなやつで1400個限定だったんですけど、1400個やったっけ、争奪戦しましたね。嬉しい。昨日お誕生日やったしね、矢野さん。ありがとうございます。嬉しい。こんな感じでした。はい、どうでした？めっちゃ良くないですか？めっちゃいいなと思った。なんか福袋当たり外れあるよっていうのは聞いてたんですけど、全然外れとかないし、むしろ大当たり。お買い得でしたね。阪神の福袋買ったのは初めてです。もう、はい、なんかでも阪神福袋ってツイッターで調べたら、同じ選手のユニフォームが3枚入ってたとか、
まあでもサイン入りじゃないやつ2つ同じ選手全部みたいなのもあったから、それはなんかああそれはちょっとなーって思ったけど、でも当たりでしたね。そうだからみんなツイッターで調べてみてください、阪神福袋ってセータンティでももう案は出しててもうそろそろ多分できるんじゃないかなって思います。チヒかける3は嬉しい、ほんまそれなら私が3枚入れちゃう。マジかよ、買うわ。ツイッター見てそう我慢できんくなった。セータンティーは何色でしょう。ぜひ鼻風邪ひいてない。私あの違うんです、喋ったら鼻水出てくるんです、鼻詰まるし。ショールームではでもいつも話するかも。ジヒー経由で阪神好きになったよ。あ、マジ？嬉しいな。ありがとうございます。嬉しい。3573ポイント。何これ？冬ソング4AKB 何があるんですか？これ何やろ？何やろうな冬ソング4AKB。ペンライトを何かすると何かもらえたと思う。へえ。冬ソング歌う？ダン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 。そうだ。マジかあれ。あさかちゃんにもらった誕生日プレゼント見せちゃおっかな。あ、ケンタッキーもらえるのよ。へえ。あ、クリスマスやからね。あさかちゃんからもらったクリスマスプレゼント、ちひやそうしです。ありがとうございます。見せちゃいます。めっちゃ可愛いのもらったんですよ。3、2、1、ダーン。バリ可愛くない？靴靴もらった誕生日プレゼント、まさかちゃんからめっちゃいくね、かわいい。かわいいなんか私のインスタグラムとか見てこれが似合いそうやなと思って買ってくれたらしい。
で、焼肉もおごってくれたんですよ、昨日。優しい赤ちゃんなのに可愛い。これしかもなんかちょっとさ、背高く見えそうやんな。めっちゃ嬉しい。センス抜群ですやんね、本当に。これは私服で使います。待って、全部言うやって。起きてたんかい。寝てないんかい、あさかちゃん。嬉しいよ。あとね、手紙もくれたんですよ。手紙はちょっと内容は言えないんですけど、めちゃめちゃ字綺麗で、手紙好きなんって聞いたら、うん、好きだ、好きな、好きみたいな言ってた。なんか字書くのが好きって言ってて、うわ、一緒やみたいな話した。かわいい。大事に履きます。フフフ。みんなで「あさかちゃんにありがとう」って言いましょう。せーの、あさかちゃんありがとう。見てるかな、あさかちゃん。 すごっ。なノリがいいですね。すごいコメント。嬉しいです。見てるかな。皆さんありがとうございます。照れすぎて鼻星 変換されてないな。鼻星、何やろう、星に入る言葉。鼻何やろうな。 鼻何やろうな。あれもあるし、あれもあるけど、何やろうな。鼻水ではないかな。 ゲイじゃないんですよ。 楽しかった。 楽しかった。ゲイやって、みんな。 鼻毛やって、鼻毛出るらしい、あさかちゃん。やば。やばやばい。楽しかった。
開封配信面白いね。マジ？私でもたまに開封というか買ったもの配信してますよ。ぜひ見に来てください。見に来てくれてるかな。そうや、明日公演やったわ、忘れてた。セタンさん当てるからね、当ててくださいね。みんなみんな来てください。そう、4万何円相当が17点入って2万7500円になったみたいな福袋でした。その時何着ていこうか迷ってんねんけどさ、みんな甲子園に行くような格好で来てください。外れたら公演直前に外でおめでとうって叫ぶ、バリおもろい。それバリおもろい。明日の公演行ってもいいかな。来てください、ぜひ。甲子園行ったことないのでアドバイスください。とりあえず推しのグッズを身につけて、なんか何バットっぽいバットで応援して、みたいな感じ。チヒの生誕って売り子さんおる、売り子さん呼ぼか。呼ぼかな売り子さん。劇場と一緒やないか。やっと誰かこの中で売り子さんやってくれる人を お受けいたしましょう。ありがとうございます。おじさんじゃダメかな。おじさんでもいいと思うよ。なんぼで笑った。こんばんは、こんばんは。時給いくら？時給今やったら何円ぐらいが妥当なんですか？痛そうそうそう。時給ってあんま分からんな。うえ。帽子がな、どうやって走ったんや。ああ、嬉しいな。今更だけどチヒってアイドルらしくないよね。そこがいいけど。本当ですか。
まあでも確かに自分の中のアイドルのなんかそういう定義みたいなのを変えましたね自分で。なんか昔は本当にミステリアスとか、ミステリアスででも何でも完璧にこなしちゃうみたいな、練習とかもしてるアピールしませんよみたいな、そういうアイドルが憧れだったんですけど、今はもうなんか自分の気持ちを伝えるのも全部なんかみんなが許してくれるから素を見せちゃうからなんかアイドルというより川上千尋ですって感じかな。まあでもそういう作ってない自分は好きですね。なんか変に作るより、どうしてもリンゴはやっぱ復活してほしい。いやいや、リンゴは作ってたんでちょっと復活できひんかもしれない。リンゴはさすがにちょっと、まあでもたまにあれなんですけど、リンゴは本当ビジネスです。申し訳ないけどマジでめっちゃお腹鳴るんですけど、消化してんのかな。今日のご飯はカレー鍋でした。でその後にプリン食べた。お腹の音明日の目覚ましにするわ。いや音源としてなんかこもりすぎやろ。この前もカレー食べてましたけど好きなんですか。いやこの前は自分の意思で食べたんですけど、いや今日も今日も自分の意思で食べたけど、でもなんかやっぱカレーはね、食欲そそるなって思いました。あのチーズカレー鍋でしたね。今日はいや違う違う、無理やり食べさせられるわけがないんですよ、ほんと。今日は普通に自分の意思で食べました。意味わからん。あ、そう、雑炊というかご飯入れてカレーライスにもしましたね。そうやな、おじやリゾット、リゾットが近いかな。でもどう違うか分からんけど、お雑炊と。10時55分やって、卵も入れましたね。ちょっと日本語ってむずいな最近思いますわ、すごく。明
明日もショールームあります。明日はありますね。公演なんで。やりますよ。かぶっとこ。公演なんで。やりますけれども。こっちかさ、こっちどっちが好きですか？だいぶ違う頭のでかさ。やば。頭のでかさ。だいぶ違いますね。めっちゃお腹鳴るわ。こっちが好きか、みんな。キャップ似合うかな。ということで13位富士さん、12位しんちゃんさん、11位たっちゃんさん、10位カズさん、9位ひんちゃんさん、8位シュリンプさん、7位せつらたんさん、6位しもりんさん、5位おでん屋さん、4位こてつさん、3位かんつきさん、2位やまとしさん、1位きなこさん、ありがとうございました。なくなった。あれも持とうよ。直筆サイン入り。3部も？おやすみ。またね。おやすみなさい。おやすみ。